どうも皆さん、ヒカキンおこしたいな TV です。今はですね、アゼリアソウル3日目に突入しまして、今はここメトロポリタンホテル仙台からですね、アゼリアのファーストライブの感想をお届けしたいと思います。で、多分このホテルですね、ちょっとジャニオタから聞いたんですけども、結構なんかライブアーティストが泊まるホテルだと。で、多分アリサとオスワも泊まってんのかなって。で、自分ここのエグゼクティブルームっていうところに泊まって19階なんですよ。で、最上階が21階で、21階はなんか、結構広い会場なんで、そうすると、実質客室の最上階が20階なんですよ。で、多分アリサとオスワ20階に泊まってんじゃんみたいな。結構セキュリティイベントとかもなんかすごいんで、一緒にね、泊まってると、一緒、アリサと、オスワはちょっとあれだけど、ちょっとね、アリサと一緒に寝たっていうね、このね、キモオタの妄想を、したいがために、このホテルが泊まったんですけども、ね、で、早速ちょっと、アゼリアのね、ファーストライブの感想を、まず、現地に着いた時から話しますか。自分、2日目参戦したんですよ。1日目はちょっとホテルで配信だったんですけども、1日目にまず到着したんですね。で、ちょっと普通というか、大体新幹線で来るじゃないですか。近ければ車で。自分はちょっとスーツ紙に習って鈍行列車で行ってたんですよ。つまり朝のね、5時ぐらいに起きて、着いたのがね、いや、6時だな、6時に出たのか。6時に出て着いたのが、長町でなんだかんだしてたから、2時か3時ぐらいか。こう、仙台に着いたのが。そうそう。ずっと鈍行列車で7、8時間ぐらい、もうちょこ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 撮影しながら、なんとか着いたと。で、着いたら着いたらやっぱ人少なかったね。そうだよね。だって、あそこゼビオアリーナ、あそこ多分最大6000人、7000人とかでしょ。半分だから3000から3500人だから、物販も少なければ、人もまばらだし、で、ライブがどんどん始まる時間に近づくにつれて、人は多くなったけど、俺が行った2時ぐらいの時でもやっぱり人は少なかったかな。で、そこでちょっとね、チャーって撮影して、で、本当はそこで物販買ってよかったんだけど、ちょっとね、物販2日目でいいかなって荷物になりそうだったから。って言って、そこで仙台行って、仙台の、街を堪能して、デイ1見ましたと。で、自分はデイ2行ったんで、ちょっとデイ2の方を中心に話したいと、思うんですけども、デイ2もね、浩平さんが、浩平さんとスーツ氏もいたら、スーツ氏が行って浩平さんも行ったのかな。牛タンの発祥の店とされる、タスケ。で、味タスケ本店ってところに行って、そこで1時間半ぐらい。か2時間ぐらい並んで食べて、なんやかんやここのホテルチェックインして、現地に行ったと。2日目の方が若干気持ち多かったかなっていうイメージかな。ブレードとかもちょっと売り切れてたからね。それに関する動画、仙台の、いわゆる2泊3日旅行みたいなのも出せたら、ね、ちょこちょこって出そうかなって思うんで、別動画で。で、それで、会場入りますと。で、思ったんだけど、会場着いたらね、なんかやっぱアゼリアって女の子比率が多いっていうかね、オスワファン、オスワのことが好きなね、メンヘラとは言わないけど、オスワのことが好きな、メンヘラとじゃなくて、オスワのことが好きな、女子、なんかちょっとね、小倉優衣とはまたちょっと違うけど、優衣ちゃんはなんか、ね、量産型じゃん、量産型って感じで、オスワちょっとなんかいっちゃってんじゃん。ちょっとね、なんか、ね、そういうなんかオスワファンの女の子が多いのかなって、アリサファンはね、ちょっとわからない、女の子。で、かなこファンに女の子いるのかもうわかんないけど。ちょっとね、全員オスワファンに見えた、女の子が。アリサファン いるんだけどね、来週とか、この、ライブのもう1週間後、アリサのイベントだから、それで、アリサファンの女の子どんなのかわかんないけど、それで会場入りましたと。で、自分は A3 ブロック。つまり後ろ、真ん中なんですよ。ステージから見て、右でも左でもなくて真ん中の5列目か。で、行っちゃうと通路席なんで1番だったんですよ。A3 ブロック5列目1番だったんですよ。で、そこで、座ってて、で、これはちょっとライブ途中で気づいたんですけども、なんかライブ途中ね、A3 じゃなくて、その前が確か DYA ってなんですよ。DYA。そう、アメージングトラブル DTA か、DYA 違う。DTA みたいな感じで、で、俺クソ席で、で、浩平さんがね、D ブロックやったーみたいな、浩平さん、ファミリアなのね、全然アゼリアとか興味ないくせにね、なんか俺より前っていうね、ぶっ殺してやるっつって。それで、ちょっと休憩中に、なんかね、ちょっと不審者みたいな、なんか、
なんかやばそうな人が撮ったんだよ。あれあれ、浩平さんじゃねえと思って、そう帽子かぶってグラサン、グラサンしてたらマスクして、まあとにかくなんか不審者みたいな人だったら、あれもしかして浩平さんは D3 ブロックかと思ったら、案の定 D3 ブロックで生放送で言ったね、15、6列、15、5列って言ったのかな、そんなこと言うのみたいなと思ったんだけど、まあ、これも後で話すけど、まあぶっちゃけ後ろの席優勝だったかな、うん、と思った。じゃあちょっと話していきましょう。 D2、 まあ、デイワンも配信で見たんだけど、やっぱりね、あの現地の空気っていうのはね、現地の空気にはごめん、かなわない、あれはちょっと、まず、開幕、あの We'll Get The Next Dream のリミックス流れて、あもうその時点でクソかっちゃうなと思って、あーやべえなと思って、配信とやっぱ全然違うなと思って、で、まあ、今回ちょっとかなこが、まあ、ちょっと参加できないから2人だったんだけど、で、まあ、1曲目、あの時、We'll Get The Next Dream。衣装がクソかっちゃい、久々のアゼリアの感想、やべえ、クソかっちゃいだった。あれ、浩平さんのね、あの、配信でも、生配信でもちょっとスパチャしたんだけど、やっぱりライブってこういうもんなんだなって思ったもん。ライブはこうでなくちゃって思ったもん、俺、普通に。うん。もう本当なんかクソかっちゃよかった。まあ、あのね、アゼリア曰く We'll Get The Next Dream が、ちょっとダンス難しい。実は確かにね、難しそうだなって、なんかだんだんダンスのなんかレベルが上がってるみたいな、確かにダンスちょっと大変そうだなって、てかね、まあ、うん、あの衣装ずるいよね、てかアリサがね、もう美しすぎてね、あの全然変な意味じゃなくて踏んでほしかった、踏んでほしかったし、お座りにも踏んでほしかったもんね、なんかちょっとあのね、メンヘラって感じで、ちょっとお座りにもね、踏んでほしかった、ね、今夜アリサ様はね、普通にあの、全然変な意味じゃなくて、純粋に、あの、なんか、はぁって感じでなんか踏んでほしかった、もうクソかっちょかったと。で次、フェニックスダンス、フェニックスダンスも結構、うん、そうラテン調でね、あれもやっぱりどっちかっていうとね、だ基本今回ねアゼリアのダンスは難しいらしいね。あだん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 こう新曲が回収されていって、じゃあメタモルフィズムもあのまあ前半かなと思ったら、まあこれも後で言うと後半だったね、メタモルフィズム。その後はイノセントバード、イノセントバードをやって、あアゼリアのライブそうこういう感じか、そうだなって、アゼリアファーストライブだもんな、まああのアクアのライブの中でアゼリアはやったけど、アゼリアのファーストライブはこういう感じで進んでいくのか、なれへそねみたいな、ちょっと懐かしさと、このアゼリアのファーストライブっていう新しさ、うん、だからちょっとこう、うん、なんだろうな、変な気持ちになったね、なんか単純にちょっと鳥肌立った、なんかねやばい、そうまあ、アゼリアのユニットライブだけど、アクアのライブってこういうのだったよなっていうのがちょっと思い出した。やっぱりね、いいものはいい、タグインも言ってたけど、そう、あの伝説のタグ、ね、キモータ、タグチエンターテインメントも言ってたけど、やっぱりいいものはいいし、いいものはいいって言ったら、でもあいつツンデレだからラブライブのことね、あの萌え豚ブヒーしか思ってないらしいけど、まあ、とりあえずいいものはいいと。で、MC が入って、まあね、4度目の正直とかね、アリサとか言ってね。で、なんか、気持ちを高めるために2日前からずっとなんか榴弾食ってた、ガーハハハハみたいな、まあ、そんなことを、ね、MC で話したと。でその後に、ジャンプアップハイか、そうジャンプアップハイはね、そうあれそのアクアクラブの CD あるじゃん、いっぱい曲あの中でやっぱ一番、まあ、ジモアイダッシュパニポニダッシュも好きだけど、ジャンプアップハイ多分ね、アニメそうアニメ PV でさ、ほらどれがいいっつってさ、なんか多分基本アクアクラブの曲でなんか選ばせるやつあるやん。まあ、ジャンプアップハイがアニメなんだろうね。ジャンプアップハイ懐かしいなって。ジャンプアップハイって言ったら、あの、シャロンのデザ、あの、退場曲でジャンプアップハイが流れたのね。確か、1日目か2日目か忘れたけど、2日目かな、まあ、あ、いや、1日目。1日目確かジャンプアップハイの退場曲流れて、みんなその、UO に、あれ、マフラー振り回して、うわータオル振り回して、俺 U をこうやってやって、で、だん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 そのスタッフも音を上げてくれるんだよ。グワーッて。で、みんなで、ジャンパンファイって、俺も、やるてくるくるとか、あれ思い出してね、福岡のね、そう、シャロンの退場曲のあの一体感。まあ、福岡もまあ遠いし、そんなね、ライバーがね、毎回毎回来れるわけじゃないからね、やっぱね、地方のスタッフの方が優しいイメージがあるね、特に福岡。だって音を上げてくれるんだぜ、みんなでタオル、うわーって、あの一体感、あの時はまだ、まあ、確かマスクで声出しちゃいけない感じだったのかな、出したか 出せないかどっちかだったの、あ、出してたね、マスクしろって言うけど、声を出したんだよ、みんなでジャンプアップハイヤー、うわーって、あの時の一体感はよかったね、まだ 100% の収容人数、今回収容人数 50% で声出せないんだけど、あのスタンディングだったから、スタンディングっていうのはね、あのすごい良かったね、うん、まあ、そのスタンディング、やっぱスタンディング、
座るのとスタンディング、やっぱ全然違うね、正直はっきり言って。うん、やっぱ立った方が楽しいなっていうのは思ったね。で、スカイジャーニーも、歌って、スカイジャーニーも結構ね、なんかアズレアバージョン、っていうかね、ちょっとなんだろうな、こうサーチライトじゃなくてレーザーがブワーンってなる感じで、すごい、うん、良かったなぁなんて思ったりした。で、アリサのね、回し蹴りとか、ちょっとそこ、あの、デイワン、あの、配信撮ってるんで、あの、アーカイブでスクショしちゃおうかな、アリサの回し蹴りとか、全然変な意味ないとね。で、メイズ世界がね、こう、歌うと。ああ、そう、メイズ世界ね、メイズって。あそこもあそこでね、うん、だんだんこの、あ、アズリアのファーストライブだっていう、もうなんか、まあ、もうウィルケット・ザ・ネクスト・リングの時点でやられたんだけどね、最初の二人がバーンって出てきた時点で。でも、メイズ世界も歌って、いやー、来ちゃったね、アズリア、ファーストライブで、これだよ、つって。で、マクマアニメ。マクマアニメはあれだね、なんかこう、迷路のやつだってね、あんまもう内容覚えてないけど、迷路でね、ふぃーんって、ふぃーんって行くやつだった。ここはちょっと割愛だね。マクマ、ちゃんと見たんだけど、なんかね、そう、マクマアニメでね、あの、カナコも出てきたから、まあ、そうだね、カナコちゃんといるんだよな、なんて思いながら見てましたね。で、次だよ、次。なんすか、パーフェクト世界っすか。ソロ曲だよ。アゼのソロ曲、アリサとオスワのソロ曲だよ。パーフェクト世界のアリサの衣装はずるい。あれはね、あれこそ本当に全く変な意味じゃなくて、ただ単に純粋にアリサに踏んでほしい。コミやアリサ様に踏んでほしい。全く変な意味ない。あれはやばい、アリサの盾だし。そう、あれね、やっぱアリサの、まあ一応、まあ、特撮出身だから、やっぱああいうの慣れてんでしょ、盾とか。ね。いや、あれはね、すんごい美しいね。パーフェクト世界曲も好きだしね。和風 EDM っていうね。あの感じも好きだしね。いや、あれはね、ほんと綺麗。あ、ずるいわって思った。これ分かってんじゃんって思ったもん。パーフェクト世界。そこでちょっと自分はね、まあ、純粋に踏んでほしいなぁなと思いました。で、オスはあれだね、次、モットネか。モットネの衣装で可愛らしくて、その時初めてトロッコ来たんだよ。初めてトロッコ来た時、俺はクソ席だと思った。席が勝ち組だと思った。もう本当距離、まあ距離でもそれでも5、6メートルか、5、6メートルぐらいあったけど、それでも近っと思ったもん。やばみたいな。で、お諏訪とね、100回ぐらい見合ったし、お諏訪ね、俺にガチ恋なのかな、もう俺アリサなんだけど、お諏訪に100回ぐらいね、目線を送られたけど、ごめん、俺ちょっとアリサなんだなって思いつつ、でもお諏訪可愛かった。歌はちょっとね、あの、相変わらず頑張ってほしかったけど、もっとねって、ちょっとこう、いろんなところに音程飛んでたけど、まあ、ね、それも含めてお諏訪だから。てかね、カナンだからまあ可愛いかなみたいなね、よしよしよし頑張れみたいな感じで、ね、そういうね、誇らしい感じでしたね。で、そのあたりね、まあちょっと衣装 MC でまあ衣装紹介みたいなのがちょこっとあって、結構体力的なんで、アリサが黒、赤、かっこいい、オスワが白で可愛いみたいな。その後に My Listen to You、 もうあの、そう、 My Listen to You だってさ、アリサのさ、あのさ、和服でさ、こんなやってんだよ、可愛いからって。まあこれも、デイワンの方は配信で、見たから、ちょっとそこもちょっと改めてアーカイブで見るかなって。デイ2だね。あ、まあ、あの、現地行くから、まあ別に撮んなかったけど、まあ、デイ2の空気感があるかな。うん。で、そこで、あは、可愛らしいなって。で、この、どっちだったかな、あれか、そう。で、その後にホップステップ Y、My Listen to You かホップステップ Y、いや、違うよ。マイリスントゥーユーでまたトロッコになったのか。そうそうそう。で、その時にアリサもトロッコに乗ってきたんで、うわ、アリサかわいい。アリサは2、3回多くて2、3回しか見合わなかった。オスワとは、なんか100回ぐらい見合ったのに、アリサはね、あんまね、見てくれない。でもね、たまにチラって見てくれんだよ。アリサ、俺だっつって。アリサ、僕だよっつって。うん、その時に超アピールしたけどね。またね、すってね、アリサツンデレだからね、まあ、ちょっとどっか行っちゃっただけね、あ、かわいいな、あの衣装をまじ近くで見れてよかった。てかさ、あの、アゼリアのソロの服、衣装でトロッコ回ってくれたのがよかった。やっぱもっと近くで見せたいっていうのがあるから、言ってたから、あれはね、スタッフグッジョブだなと思った。うん。で、しかもなんか、あの、飛沫飛ばす、なんかシールドみたいなやつも、あの、アリサはやっぱダイヤの、なんか、上から見た形、オスはなんか五角形っつって、そこもちゃんとなんか、あの、こだわりあんだなぁなんて思った。で、それで、そう、ホップ、ステップ、ワーイで、つって。で、そう、これでもダンス。あれ、ホップ、ステップ、ワーイで、あれかな、
行ったのかな、そのトロッコ、まあ、どっちかで確かホップステップワイで行ったのかな、トロッコ、そうだね、ホップステップで行ったんで、確かトロッコで、こんな感じだったの、こんなやってたよね確か気がしたんだよね。まあ、どちらにせよ可愛かったと。うん、やっぱ あの時書き込みだったね。で、またマグマアニメ、俺のなんか1日目はなんかギアスだったらしいね。で、2日目はフェイトだったね、エクスカリバー。うん、ネタがね、あった、うん、フェイトを見たけど、もう忘れたけどね、フェイトのね、映画とか見たし、2006年の初期のやつとかもなんか当時リアルタイムに見てたけど、うん、あんま覚えてねえ。さくらに、ブラックさくらにね、ちょっと踏まれたいなっていう、ちょっと感想しかなかった。まあ、そういうね、ネタが入ってますと。はい、で、衣装チェンジして、ギャラクシーハイド&シークか。で、そうだね、ギャラクシーハイド&シークで、アリサがパッて出てきて、で、お騒がしたから出てくるって。で、アリサも言ってたんだけど、まあ、ちょっとやっぱり、出だし緊張するよねって。だって、サビまでアリサ一人しかいないからさ、まあ、なんかソロとはまた違う緊張だよねみたいなことで言ってたね。で、次にメタモルフィズムが、まあ、やってみました。ここで、まあ、新曲3曲は回収されましたって感じですね。で、待ってた愛の歌、基本 アゼリアのアクア曲はなんかこう激しめというよりか、激しめとか元気めというよりかはどっちかってこのゆったり系っていうのかな。だって、どれだっけな、そう、まあ、ジャンプアップハイ、スカイジャーニーの、待ってた愛のとか、まあだからアクア曲はこれ多分3曲か。そうだね、アクア曲は3曲、多分シャロンと、あ、でもシャロンとギルキスもそんなもんだったかな。まあでもなんか強いなってイメージだったけど、とにかくアゼリアはこう ゆったりめっていうか、うん、なんかそんなに激しくないね、わーって感じ、楽しいなーみたいな感じの、曲でした。で、その後に MC3、ね、MC か。MC があって、ときめき分類学か。ときめき分類学、空中恋愛論。で、卒業ですねか。そう、俺、卒業ですねね、結構好きなんだよね。そう、なんかあの雰囲気、なんか卒業ですねのアゼリアのあの雰囲気って、合いそうであんまなかったからね。静かに、ふーんって。しかもあれ、イントロがライブバージョンだったね、ちょっと長めの。結構卒業ですね。最初は静かで、卒業ですね、みたいな、俺ずっとやってたけどね、マジで。で、その後にアズリア3人によるアートキャンディー作りって言って、中野のなんかね、どっかなんか飴屋かな、キャンディー屋に行って、まあ飴作りましたと。で、そのトリコリコプリーズのあのステッキとかあるじゃん、あれの飴を、まあ、作りましたと。ってことでアンコール、衣装、ファーストライブアレンジ T シャツ。で、今ファーストライブは、まあ、ぶっちゃけ3回あったようなもんじゃん。だから、アメージングトラベル DNA、アメージングトラベル DNA トライアゲン。で、インザダークっていう3つの衣装をこう繋ぎ合わせたって言ったね。で、丸投げして、つって。で、それの、衣装でトリコリコプリーズ。で、この後に、デイワンにはなかったお知らせ。11月15日月曜日、16日火曜日、アゼリアセカンドロブライブ。アメージングトラベル DNA、リボートでいいのかな、リブートか。で、場所が横浜アリーナ。嘘やろお前、横浜アリーナって1万5000人で、半分でも確か9000人、うん、か、たぶん8000、9000か。あ、9000じゃないな。半分だと、でも8000人ぐらい入れるか、頑張れば8000人入れるか。1万5、6000で、まあ、8000、7000、8000。嘘やろ、ほぼフルキャパみたいなもんじゃん、その、あれ、ゼビオアリーナ、ほぼフルキャパにしたみたいなもんじゃん。でも今回は横浜アリーナだから多分行きやすいのかな。でも平日っていうね。だから俺、デイ2、ちょっと仕事休むか分かんないけど、もし19時からやってくれたら、仕事17時に速攻終わらせて、19時からやってくれたら仕事19時速攻終わらせて、20時後半にはなんとか見れるようには。もちろんあれだね。あ、でもな、休みてぇな。ちょっとわかんねえな。まあ、配信どうせ買うから、配信多分あるでしょ。っていう感じか。で、それが教えて、ピリアーってなってて、MC ね。で、今回の MC で、やっぱりこうね、最初、インズダークになったから、あれ、アメージングトラベルなくなったのと思ったら、ここでアメージングトラベル来たかって言って、アリサが言ってたよね、オスマね。うん、うん、やるって。で、なんか、ツイッターで面白いなって、海外のラブライバーが、オスマが MC で、うんっていうたびに、なんか、テキーラショットしようぜっていう、なんか、地獄のゲームが開催されてるみたいな。
そういう情報流れって面白いなと思ったけど。で、ロンリーチューニングか。ロンリーチューニングで最後、アメージングトラベル DNA。まあ、はっきり言ったアメージングトラベル DNA 最後で、まあ、そこで U を追ったよね。いや最後のあの、大サビのアメージングでのところで、あの、二人がジャンプして、俺もそのところでジャンプして、U をなんか、ぐるぐるじゃないけど、なんかダンスあるじゃん。アメージングトラベル DNA 振り付け、あれを U を追いな、追って、マスクの上から口くわえ、口でこう、ま、あの、U をくわえながらやったね。ちゃんとマスクの上から。すごいなんか、楽しかったなーっていう、うん、思い出でしたね。ってな感じで、まあ、アゼリアの、まあ、ファーストライブの、まあ、感想、まあ、以上ってことで。で、今ね、今11時前のあのこのホテル11時がチェックアウトだからあと12分か10分ぐらいしかないからもう出なくちゃいけないよね、うん、だからちょっとね、この後出てあの浩平さんが言ってたクソまずいな納豆チーズケーキラーメンみたいなを、ね、食べに行ってなんかチンタラしてなんかお城とかあるのかなわかんないけど、まあ、とりあえずねアゼリアも11時ぐらいでの、あ、なんか、そのロビーでアゼリアと遭遇できたらいいなって、そうすればね、アリサと LINE 交換できるかなって、まあ、遅はちょっとごめんねだけど、っていうのをちょっとなんかしたいなって思うんで、で以上でね、これアゼリアファースト、ラブライブか、ね、インザダーク秘密の物語、秘密のストーリーの感想を終わりにしたいと思います。